ニック・ローズ2012年、ニック・ローズはイングランドのミュージシャン、デュラン・デュランのオリジナルメンバー。ニックはバーミンガム生まれ、父がガング店を経営しており裕福な家庭に育った。16歳でウッドラッシュ高校を中退し、スティーブン・ナフィー、ジョン・テイラー、サイモン・コリーと共にデュラン・デュランを結成した。バンドの名前はニックが付けた。 ニック・ローズのローズは芸名だがこれはジョンが電子ピアノメーカー、ローズから名付けたという。1979年頃、バンドはバーミンガムのナイトクラブ、ザラム・ランナーで演奏するようになり、ニックはディスクジョッキーも兼務するようになった。1980年、デュラン・デュランは EMI レコードからデビューした。彼は音楽教育を受けたことがほとんどなかったが、アナログシンセサイザーを使って、 熱心に実験を繰り返し、セーブ、A プレイヤー、A ビューツー、A キル、カムアンダーンなどのデュランデュランを象徴するようなメロディーを作り出した。当時まだ珍しかったミュージックビデオの制作にも、積極的で派手な衣装や女性的な化粧は彼らの特徴となった。音楽スタジオでの楽曲の編集技術も習得し、彼らのアルバムのプロデューサーも兼務するようになった。 1983年にはバンドカジャグーグーのデビュー曲トゥーシャイのプロデューサーを務めた。90年代には作詞も手掛けるようになりデュランデュランのオリジナルメンバー再結成の原動力となった。彼にはコントローラーというニックネームがありバンドのリーダー格である。彼は1982年のアメリカツアー中のヨットパーティーでジュリー・フリードマンと出会い2年後に結婚した。 彼女はアメリカの中堅デパートメントストアヤヌカーズの霊場であった。彼らには娘が一人いるが1992年離婚した。その後、ニックはガールフレンドと付き合いがあったようだが現在まで独身である。彼は芸術界に友人が多く美術展にはよく現れる。彼自身も写真撮影が趣味で写真集を出したり個展を開いたりしている。彼は デビュー以来ずっとロンドンの都心に住んでいる。彼は菜食主義者であるが、魚は時々食べる。イタリア料理やレバノン料理、インド料理が好物だと語っている。2011年、彼はベッドフォードシャー大学から芸術の名誉博士号を授けられた。ありがとうございます。